はい、新興市場のコーナーですね。今株スタ7110にいらっしゃいます内藤証券の投資調査部長、リサーチヘッド&チーフストラテジストの田部井義彦さんに、お話を伺っていきたいと思います。田部井さん、はい、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。今日は中村記者がリモートで、はい、私が交代しました。あ、そうですか。はい、ちょっと古臭い男なんですけども、新興市場のお話を伺っていきたいと思います。同じです、はい、いきたいと思います。はい、どうでしょうかね。ちょっとまず、まず全体のマーケットなんですけども、ちょっと弱いですね、はい、日経平均。そうですね、下落しているということで、まあ、ニューヨークダウの方は5連騰していて、それでナスダックは連日最高値を更新しているという状況の中で、日経平均株価の方はですね、まあ、週末にかけてこうどんどん弱くなってきちゃってるということで、はい、それ先ほどあれですよね、トランプ大統領がどうもテンセントとかね、はい、TikTok に絡んだところでなんか大統領令ということで、なんかちょっと圧力かかって米中関係の、はい、先行きがちょっとね懸念されて、株価、まあ、200円ぐらいまでねこう結構下がったところがさっきちょっとあったかなというところですよね。そうでしたね、先ほどちょっと売られました。はい、はい、まあ、まあ、でも、ちょっと弱いマーケットなんですけれども、でも、ね、新興市場は結構強いんですよね。そうですね、まずゲーム関係のところとかですね、一部でも堅調に推移してたりとかしていて、それ新興市場に関しましてはメルカリなんですけどもね、これ時価総額上位で、まあ、メルカリ動くと結構相場全体にも影響が出てくるかなと思うんですけども、まあ、このメルカリが好決算を発表しまして、まあ、その影響を受けて、まあ、新興市場の方でも巣ごもり関連とかですね、あとはまあ任天堂なんかも決算良かったですから、まあ、ゲーム関係が良かったりとか、あとは在宅ですね、中村さんじゃないですけど在宅ですね、在宅の、ね、テレワークというかですね、はい、まあ、そういった関連のところの銘柄はまあ動きが出てきているし、まあ、ちょっと休んでもまたやっぱり動いてくるのは、まあ、巣ごもりでありテレワーク関係のところのような、まあ、銘柄なのかなというふうに思われま す, です、ね、はい、まあ、ゲームも含めてですね、はい、ですね、やっぱり巣ごもり中心という、はい、そんなマーケットなんでしょうか。そうです ね、もっと対外的に活発に動いてもらいたいなと思うんですけども。 その他の銘柄いかがでしょうか。はい、そうですね、その他でバンクオブイノベーションですかね、4393、これマザーズの銘柄なんですけれども、まあ、この会社はゲームを手掛けてます、スマホのゲームを開発している会社でございまして、まあ、独自のデザインのキャラをこう展開していくということと、あとそのロールプレインゲームといってね、まあ、考えながらゆっくり進めていくようなゲームなんですけども、まあ、それの開発が得意だという会社ですね。そしてこの会社も6日続伸しておりまして、まあ、この今日も動き堅調なんですけど、スマートフォンゲームのですね、中国本土向けの配信に必要な、まあ、ゲームのコードをもらわなくちゃいけないんですけども、まあ、それを取得しましたということを6日ですね、発表したんですね、昨日ですね。それで今後その中国で展開していくゲームがいずれも国内でヒットしたそのファンタジーものの、まあ、いわゆるロールプレイングゲーム RPG ということで、まあ、中国本土での配信開始時期は、2020年の9月期ですね、2020年の9月期中に予定しているということで、まあ、今後の、ね、売上高増加に伴う収益改善というのを期待して、まあ、ちょっとこう高いという状況になっているかなと思います。はい、分かりました。はい、そんなマーケット今日の動きですね。はい、はい、そしてさらにまた、はい、今日のテーマ、そうですね、はい、今日はですね、日本のクラウドビジネスのちょっとご紹介します。先ほど言った巣ごもりとかテレワーク、まあ、在宅ワークとかね、うんうん、まあ、そういったところに絡めて、やっぱり日本のクラウドで注目できるというのがあるんですね。まあ、3つのポイントを挙げてます。日本企業で、まあ、有望なのはSaaS と言いまして、まあ、これ代表的なのが Gmail とかですね、まあ、あとはその、まあ、Amazon プライムなんかもそうなんですけども、まあ、そういったクラウドを利用していろいろサービスを展開していくということで、うん、まあ、そういったものは日本の企業でもあって面白いのが出てきてます。
でクラウド市場自体が、まあ、20% から 25% ぐらいの成長が予想されている、うん、ということですね、うん、で注目していきたい企業っていうのがやっぱり売上が伸びているという会社、そして売上が伸びてあとは利益が追っかけてくるというような会社をですね、うんうん、今日はご紹介していきたいなと思うんですけども、うん、その前にですね、はい、クラウドサービスの内容と利用形態というのが今画面に出たかと思うんですけれども、はいはい、で先ほど言ったこの SaaS というものですね、ソフトウェアアプリケーションなんですけども、うん、まあ、ここの部分に注力してやっていく、そこもクラウドを利用してやっていくところが、まあ、面白くなっていくんですよというところなんですね、うんうんうん、でここに入っていく会社っていうのが、あります。はい、はい、この今後の成長の見込みはどうでしょうかね。そうですね、あの業種のところで今 25% とかですね、ちょっと今グラフがごめんなさい、今ちょっと出してもらいますけれども、あ、出てます、はい、17年度から18年度19年度ということで、うん、30% ぐらいの成長を続けてきたんですけど、まあ、これが今後もですね、この5年間ぐらいの間に 20% から25%、そしてマーケットも2兆から2兆4000ということで、もう倍以上のマーケットになっていくんじゃないかという、まあ、予想をですね、こう出しているような、まあ、されているような状況にあるわけですね、はい。まあ、高成長がさらに期待されるマーケットということですよね、はい。まあ、具体的にどんな企業、はい、どんな銘柄がありますか。はい、そこで私今回ですね、絞ってきたというかですね、売上の伸び率が高いですよという会社と、それで利益率もどんどん改善してきてます。やっぱり売上が伸びるのがまず大切だと思うんですね、うんうん、で今画面出ましたけども、パーク社とかですね、マックアケとかですね、出てます、メドビアとかギフティで終わってますけれども、うん、この右側見ていただきます、売上の伸び率ですね、145% 伸ばしているとかですね、そして営業利益率の方も 10% ということですね、まあ、これを足し込むと 155%、まあ、雑把な足し方ですけどもね、まあ、そういう形で、まあ、結構ですね、伸び率、利益の率も両方掛け合わせて良くなってきているようなところにこう目を向けていきたいなと。これいずれもマザーズの会社なんですね。売上の伸び率、はい、そして営業利益率を足し合わせてやると、はい、いいという足し合わせ、本当は足すようなものじゃないんですけど、ないですよね、まあ、そうないんですけども、そういう、まあ、両方いいところ取りして伸びてる会社の一覧ですね。そしてそういう指標もあるんですね、はい、次がそうですね、指標というか、まあ、ちょっと足し合わせちゃったんですけども、あとエデュラボとかですね、はい、マネーフォワード、まあ、いずれもマザーズの会社ですね、はい、エデュラボは教育 IT ソリューション関係のところですね、うん、マネーフォワードはね、個人の財布をこう、ね、いろいろクラウドで管理していくような感じですよね、うん、まあ、サイバーセキュリティとかラックスとかということがいろいろ一覧表で今こう出ているという状況になってます。特色ある12銘柄ご紹介いただきましたけども、まあ、その中、はい、足元の相場環境、今の相場環境から見て、まあ、この先中長期に見て いけるような銘柄というのはありますか。うん、はい、幕開けなんですけども、4479のですね、まあ、これも簡単にちょっと事業内容をご紹介しますけれども、はい、ゼロ G 流通市場とピンクでちょっと書いてありますけども、うん、何ぞやって感じですけども、ゼロ G があって1G があって2G というのがあるんですけども、まさに物が出て3ヶ月程度一番こう伸びていくような市場、これから出ていくよっていうところのものを作っていく、開発していくというかですね、まあ、そのお手伝いをする、むしろ今までここじゃ売れないかなと思っていたものを違う場所で売ってあげるとか、お蔵入りの商品の掘り起こしとかですね、まあ、そんなようなものを手掛けているんですね、まあ、クラウドファンディングが中心にやっている会社なんですけども、まあ、実行者がいまして、そしてサポーターがお金を出すという形で、それでマーケットの中に物を、商品を、製品を展開していくということの真ん中に立ってくれる会社ということですね、クラウドファンディングですね、はい。ビジネスモデル分かりました。それでじゃあ、はい、この幕開けが取り組んでいるマーケット、 どのぐらいの規模になるんでしょうかね。はい、そうですね、まずこの新製品のですね、市場が左側出て、今グラフが、はい、円グラフが出てますけれども、まあ、7400億円ぐらいあります今ですね、うん、それでこの幕開けの手掛けるところが、まあ、はっきり分かんない、まあ、数百億円ぐらいじゃないのかって言われてるんですけども、はい、まあ、それがですね、まあ、数千億単位にもう5年ぐらいの間には
まあ、すごく成長していくということですね、はい、ですから地域をのもののなんか地域振興も含まれますし、災害とかですね、いろいろ受けた地域のものも掘り起こしてこうマーケットに出していくというようなものもクラウドファンディングでの今活発化になってきますので、まあ、この流れはまあ戻ることはなくこうどんどん進んでいくんじゃないのかなというふうに思うんですね。あ、はい、わかりました。で、四半期ごとの数字も、あ、そうですね、そうじゃないですね、その前に、ね、ええ、あの会員数の推移なんかもあるんですけど、数字もありましたね、はい、それでこの今会員がですね、まあ、どん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 増えてきているような状況にあります。やはりその作りたい側とお金を出したい側の商品というのが早い段階で見つかって、それをマーケットにすぐに出していけるということですね、まあ、そういったことに興味を持った個人の方なんかもどんどん会員になっていっているという状況です。でこの今幕開けのですね業績動向なんですけれども、まあ、あの四半期ごとに書いてありますけれども、着実に売上を伸ばして、まあ後から利益がどんどんついてきているような形に、まあ、今なっているかなという状況になりますね、うんうん、はい、まだ年間で数十億円という規模の売上高なんですよね。なかなかマーケットから見るとそうですね、これからどんどん伸びられるという、はい、どうでしょうか。そんな感じだと思います。チャートもここに今ありますが、はい、簡単にちょっと見ていただきましょうかね。わ、はい、かりました。こんな感じで、株価1万円手前のところで、はい、今ちょっと足踏みしているという、そんなような状況なんでしょうか。そうですね、やはりその先行性話題性もあって買われて、はい、まあ、ある程度ですね、売られるって、まあ、調整しながらこう緩やかな階段を作っているような状況にあるんじゃないのかなと思うんですね。まあ、今まさに次の売上製品が出てくるようなことによって、またこうね、話題となってくる可能性なんかもあるんじゃないのかなというふうに思ってます。週足でもこんな形になってます。ちょうど週足強いですね。強いですよ ね、 非常に、はいはい、わかりました、ね、幕開けコード番号4479をご紹介いただきました。内藤証券の投資調査部長田部井義彦さんにお話を伺いました。田部井さん、どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。